パノラマ TV。 もうこんな時間か。2時から車検のお客様が来るって言ってたな。そろそろかな。あ、こんにちは。あ、こんにちは。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 すいません、遅くなりまして。あ、いえいえ、全然。あの、2時からの車検のお客様ですかね。あ、はい、車検で今日お願いしてたヤスです。ヤス、はい、あ、ヤスさん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はじゃあちょっと今日早速なんですけれども、はい、あの車検ということでですね、はいはい、あの点検する車の方を見せていただいてもよろしいでしょうか。はい、もう近いんで歩いてきました。近いんで歩いて、はい、歩いてきた。まあ15分ぐらいなんで家から。まあもう歩いてこれるかな。徒歩15分。はい、徒歩15分で。まあ別に来れるのは来れると思うんで。なんでもう車ちょっと今日なんか気分乗らへんなと思って、はい、今日歩いてきました。車検やのに。はい、車検やのに歩いてきた。はい、そうですね。でもあの、え、ごめんなさい、僕初めてなんで。あー、あれですけど。そういうことですか。なんか都合悪いですか。あ、一応その車を点検してもらうのが車検なので、はい、その車がないと要はそのまあ、そのまま点検できないじゃないですか。車検がそのまず成り立たないんですよ。結構ミスってます。まあまあミスってるかなとは思いますね。うわ、そっか。結構前例がないぐらいのミスかなとは思います。車検って車見るんですね。そうですね。ちなみに逆に何を見ると思っていらっしゃったかですか。じゃあ逆にちょっと緊張でちょっと喉乾いたんで、ちょっとただのあれお茶もろっていいですか。あんま言わん方がいいですけどね。こういうあの車屋さん来た時の出される水とかただのあんま言わん方がいいと思う。いただきます。水も、はい、お客様なんですけど、車検って何を見る、何を点検してもらうもんやと思ってました。逆に。いや僕も正直初めてやったんで、はい、何見んのかなって。あ、もう分かってなかったんですか。うん、分からず来た。そうですね、まあ、とりあえず時間間に合ったら何でもいいかなって。遅れんようにはしようと思って。ああ、すごいいい心がけ。ああ、ありがとうございます。だってその車検ってこっちから多分お願いしてるわけじゃないはずなんで、あ、多分出しに来るはずなんですよ。だからその、うん、何見られるのか分からんままその来てるっていうのはちょっとなかなか怖い部分でありますけど、大丈夫ですか。いや、結構もう僕結構飲んでて、実は飲んで車の運転きついんですよ。あ、お酒の方。あ、そうっすね。もうお茶もう一杯もらっていいですか。大丈夫ですけど。すごい飲みますね。ごめんなさい、ちょっと、ね、うわぁ、マジか。そうそう、そういう感じか。ちょっとそうなんで、なんでちょっと車がないと結構厳しいです、ね、そういう角度で来る。来ますね、うん、なんでタメ口なんかあれですけど。角度とかじゃないですけど、ね、え、逆に僕んち、はい、結構そこなんですけど。あ、徒歩15分って言ってましたもんね。見えないですかね。徒歩15分、多分ギリ見えないですよ、距離的に言ったら。はい、こっからあまりにも遮蔽物がないところじゃないと多分大体見えないと思うんですよ、日本国では。きついっすか。サバンナとかじゃないときついんじゃないですかね。きついっすか。きついでしょ。うわ、どうしようかな。あと見えたとって車検はできないですよ、その距離では。その15分の距離で目視で車検無理っすよ。あ、無理っすか。やってんの聞いたことないでしょ、そんな。ないっすね。無理でしょ。うわ、無理か。どうしよっかな。でもいや、どうしようも、その後日になると思いますよ、さすがに。まだ車を改めて持ってきていただいて、後日か。その後日しっかりこうちゃんと車を見るっていうことになると思います。うわ、マジか。そういう感じか。そういう感じです。なんでタメ口なんかちょっとあれですか。あ、どうしよっかな。マジでどうにかならないですかね。もうどうしても車ないとダメですか。それも車検なんで、車がないと話にならないんですね。一応車の色黒色なんですよ。はい、車体は黒色。はいはい。それだけでは無理ですか。無理ですね。車体黒色って情報だけで車検は無理ですね。タイヤ4つあるんですけど。大体そうですね。ああ。大体そうですよ。で、大体普通自動車だったらタイヤは4つですよ。助手席側の窓ないんですけど。それはもう車検の圧倒的対象ですよ。あ、だ、それを点検しないといけない。そういうの、異常事態じゃないですか。
ちゃうと必ずついてるはずなんですよ、窓は。ハート型にクリア、くり抜いてあるんですよ。ハート型ハート型にハート型にくり抜いてあるんですけど。どこがですか？助手席側の方が。窓がですか？窓が。どう？最初からそうなったんですか？いや、ちょっとそういうおしゃれかなと思って。やったんですか？はい、抜きましたね。絶対ダメです、ね。ダメなんや。そう、やっていいわけないですよ。うわぁ、どうしよっかな、マジで。ヨシンは今日、正しく車を持ってこれてたとしても、はい、いい結果が降りなかったんですよ、じゃあ。あ、マジか。はい。うわ、どうしよっかな。どうするもん、もう一択ですね。え、えじゃなくて、先、一択です。もう先話した通りですよ。えじゃなくて、あの、後日、ちゃんと車を持ってきていただく。うわ、でももう僕、今日じゃないときついんすよ。あ、そうなんですか？結構なんかあるんですか、理由が。今日じゃないとダメな理由が。いや、だいぶ飲み会入ってて、はい、うん、車を乗ってこれる日っていうのがもう、うわ、どうしても今日じゃないと。でも今日も飲んでたんですよね。飲んじゃったんですよ。ダメですよ。しかも飲み会って大体多分 夜だと思うんですよ。ってことは別にその次の日飲まなかったらその車検の当時行けると思うんですけど、朝から飲んじゃうんですか？朝からもう僕飲みすぎて右の半分が麻痺しちゃうぐらい飲んじゃうんで顔の右半分が。なんかどっかで聞いたような話ですね。あ、うわ、どうしようかな、マジで。うん、どうしよう。なんかでもあれっすね、全然折れてくれないっすね。あ、そうそうそう、折れるとかじゃないですからね。ちょっと歩み寄ってほしいですけどね。歩み寄ってほしいと言われてもそのねえ、ちょっと大前提がもうやばいというか。やばいっすか？そんなやばいっすか？だいぶやばいと思いますよ。車検で車持ってこうへんって。わかった。わかった。じゃあ、もうちょっと分かった。はい。僕実は、トランスフォーマーなんですよ。トランスフォーマー？肉体は人間なんですけど、ハートは、車なんですよ。ハートは車？はい。なんで僕見てもらっていいですか？僕今からトランスフォームするんで、はい、僕見てもらう。これで車検成立、これでいきましょうよ。はあ。で、やってみますよ。ブーン、ブーン、エンジンスタート、ブーン。どうだ、これの俺のどこがおかしいんだ？どっか見てくれよ、俺のどこがおかしいって言うんだ、これの。ブーン。どこがおかしいってんだ、俺の。ズズや！パノラマ TV。